清涼感をあなたに、ペパーミントラジオのお時間です。お相手はペパーミントリーフのマリとヒロシです。よろしくお願いします。え、今日サトシ君お休みなんですけど、はい、今日はですね、なんとホワイトデーです。おお、3月14日なんでね。あらららららら、うん、チョコレートをあげた人からなんかお返しがある日。なんか私あげたような気がするちょっと、ね、まだお返しないけど、もう一つ来たってますか？もうだったような気がするよ。なんかね、こうね、こうなんかね、誰か教えてくれたんですけどね早いね、1ヶ月ね。あっという間ですね。ちょっとマリさん、もういっぱいもらってるだろうけど、いっぱい返さなきゃいけないだろうけど、私も待ってますまだまだまだ待ってます、今日じゃなくてもお返しってなんかありましたっけ？チョコレート？あのね、マシュマロ、まあ、もらっても嬉しくないマシュマロとか、もらって嬉しくないとか言うね。そうそうそう。あとはキャンディーとか、あ、キャンディー、クッキーとか、クッキーデーとかいうのもあったかもしれないね。なんかこう、まあこう昔をね、うん、思い出すに、なんか、うん、なんかチョコじゃなかったような気はしたんですよ。うんうん、もうね、近年は別にそんなもらうことも数も減り。友、はい、チョコでも、友チョコってほらバレンタインの時はあげるけど、なんか友ホワイトデーとかないよねちょっとなんか終わりがない気がしますもんね。そう、ホワイトデーってね、なんか どのぐらい盛り上がるんだろう。でも子供とかだったら、はい、あの私が一番古い記憶でなんかホワイトデーにちょっとドキドキしたのは小学校6年生ぐらい、うん、でもそれはね、お年頃じゃないですか。そう、あのなんかね、もうそのちょっと混ぜた男の子がいて、うんうんうん、その子がもうとにかく2月14日にチョコくれチョコくれって言うんですよ、みんな女子に。うわ、なかなかの積極的、素晴らしいですね、うん、もうね、すごい素敵、うん、でチョコくれって言って、はい、ちゃんとホワイトデーにはあげるからねみたいな感じで、もうなんかちょっと本当に小6ですか。小6なんかお兄ちゃんいたから、多分なんか対抗してんの、うん、お兄ちゃん見てね、きっとねそれでなんかホワイトデーにそのなんかそのファンシーグッズみたいなの、うんうんうん、なんかくれましたよ。グッズ、グッズ、へえ、うん、なんかそういうのをこうもらったりあげたりしたかったんじゃない。でもなんかその中でもこう特別な一つというか、そういうのを用意されとったりとか あったかもね。私じゃなかったと思うけど。え、そうなんですか？誰か、うん、誰かあったかも。見るからにそうじゃなかったですか普通だと思うけど、わかんないけどひろし君は、そんなひろし君は、僕はそのホワイトデーにまつわる思い出とか、申し訳ないですけど、多分小学校卒業するぐらいまでしかお返しをしてないですね、うん、あ、本当？うん、お母さんがさ、なんかそういうことですね、はい、あげなさいよ、そういうことです。で、なんかこうもう用意されてるんで、うん、それをこうあのまあね、こうなんかこうなんかのバイバイみたいにこうこそっとこうってはい、これ、はい、これ、めっちゃ恥ずかしくないですか、あれ。いや、めっちゃ恥ずいですよ。だから本当あのバイバイみたいにこうすってるんですよなんかね、袖の下みたいな、あの時のなんか男子のこうなんかこうそわそわした感じってね、なんかこうね、こうそわそわしとるっていうのもこう見せるのも嫌だし、嫌だけど、まあ、丸見えじゃないですか今にして思うとですよそうそうそう、あの頃は多分全力でクールを装ってましたけどそうなんだ、まあ、滑稽だなとは思いますよ。そうね、さすがにやっぱ女子とかはちょっとね、うん、ちょっと混ぜてる子も多いんで ね、うん、なんかそういうのってこう見抜けたりとか、ふふみたいなやっぱ思われてたから、嫌だな、嫌だな、おい、やめろやめろよで、中学生ぐらいになるとね、うん、それこそね、もう中二病なんていう言葉もありますからね、うん、そんなお返しなんてってそのクールぶっとったのが本体になってしまう本体、あ、そうなの、手で取ったのがね、小学校はね、うん、ね、うん、本体なんですけど ね、こうクールぶっとる自分にこう、うん、自分の意思をこう持っていかれるという、うん、自我を持っていかれるんじゃないですかね、そんな自分に酔ったりとかしてね、そう、それはないない、ない多分自己防衛だと思いますけど、ね、恥ずかしいからしないみたいなね、うん、あ、そんなことできるかよ、ね、でまた今度が大人になると、なんかそんなほら積極的な男子の人はやっぱりもらったら嬉しいんでしょ、いっぱいで返さないか、もうこう返すってなったらこう別の返し方になったりもしますよね、そのなんかさ、
もらったからじゃなくてね、そうですね、うん、なんかねお見せされてる方だったら今度行くねとか、うん、とかなんかあの一緒になる機会とかあったらちょっとご馳走するねとかで、やっぱ物で返すっていうことはなくなってきたんじゃないですかね。そうね、うん、今そうかもね。しかもね、なんか物ほら断捨離とかの時代だしね、いっぱいいろいろもらっても困るよね。そうですか。だってほらなんか僕はマリさんにとっておきのマシュマロとファンシーグッズを売ろうかなと思って。いらない本命用のファンシーグッズを本命用のファンシーすっごいファンシーなファンシーなやつ、まつげバシバシみたいなやつをなんかあのサンリオかなんかで売ってる隅っこ暮らしとかね、それ僕の本命ですからねなんかこうさ探しに行ってるひろし君を見ると、あ、その想像すると笑える僕もマリさんにどれお見舞いしてやろうかなと思うか絶対捨てさせねえぞ。いやいや、ちょっと嫌になるぐらい大きいやつとかね。あーね、でこうなんかほらなんかね、カバンに入れられんで、もう UFO キャッチャーでギリギリ取ったぐらいのなんか大きなその日一日仕方なく持ち歩けるぐらいのいや、そうね、お見舞いしてやりたいですね。もう期待してます。今日じゃなくていいですなるだけこう人目につく日がいいです。いや、もうなるだけ人目につく日を狙ってちょっとお返しさせていただきたい。わかりましたいや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 ね、まあホワイトデー、なんか私はもう大人になったらなんかホワイトデーのお返しはやっぱりこうお酒とかがいいかな。おバレンタインもお酒とかもあるじゃないですか。よくあのウイスキーボンボンから始まりのもうねワインとかね、はい、なんかこういうまあひろし君だったらなんだ焼酎とかね、はいはいはい、でそれでちょっと思い出したんですけど、うんうん、小学生の時に何年生か忘れたんですけど、うん、保健の先生にあのいただいたチョコが、うん、ウイスキーボンボンでした、ね、マジでダメじゃん小学校。もう僕の小学生時代なんてもう数十年前なんで別にいいんですけど先生小学生にウイスキーボンボンあげた。あの時から多分僕はね目覚めてしまったのかもしれない。お酒にね、うん元気にされてますか花山先生。ねえ先生、ね、お世話になりました。本当にありがとうございます、まあ、どうしてるかね。はい、このラジオ聞いてたらなんかコメントお待ちしてます聞いてないと思うけどやめてくださいね。匿名でね、匿名でこっそり教えてくださったらね。そうかそうか、もうね、なんか お返しをね送らせていただきます。ファンシーグッズねファンシーグッズとマシュマロね、マシュマロねはい、じゃあそろそろ曲の方に行ってみたいと思うんですけど、今日はですね、まあ、ホワイトにちなんで白いワインを聞きながらお別れしてみたいと思います。ということで、この番組は毎週木曜日の夜7時からお届けしております。お相手はペパーミントリーフのマリとヒロシでした。ありがとうございました。